はい、どうも皆さん、ヤガチャチャというわけでございまして、私ヤガミンことヤガミハヤテがお送りしておりますポポローグ、パート16でございます。ですね、先にちょっとお伝えしなきゃいけないことがありまして、今回のパート16を収録するにあたってレベリングを実施したのですが、収録してない間にですね、誤ってロボットの胴体だか腕だかを取ってしまって、ロボットのが足らないですねとか言ってたんですけど、足りちゃいました。なんかすまんな。うん。ただまあこれ自体は海底のところの地下5階にあるもので、別に取るところに何一つ面白いものも動線も何もないので、まあ、とりあえずそれ自体はいいのかなと思っているところでございます。なのでまあこれによってですね、であとは前回の動画から見て比較するとレベル 3,4 ぐらいずつ全キャラ上げてきました。まあ言ってしまうと、この先のダンジョンは次そのレベル4の敵キャラを倒しに行く感じ、レベル4というか4体目の敵を手下を倒しに行く感じになりますので、って言おうと思ってたらたまたま通ったの。お前またお主か。もしかしてあれか、俺の後をつけ回してるのか。それじゃあいつまでたっても師匠である俺を超えられんぞ。俺は世界中を歩き回って23個のスタンプを押し、1枚目の完成までもう少しというところだ。もはや師匠というより帝王、すなわちスタビン帝王なのだ。では帝王は次のスタンプを押しに行くことにする。後をつけられてはかなわん。お主が立ち去ってから出かけるぞ。待っても無駄だ。ね、スタンプは人の心をこうもまで狂わせてしまうのかという流れなんですけども。でですね、次のダンジョンに行くこと自体は全然かまへんのですが、どっちだっけ、あれなんですよね、とりあえず NPC は連れて行きたいなっていうところで、どっちかの商店のところに、あ、違う、どっちかの道具屋だった気がすんだよね。とりあえずちょっとありがたい水が大量に買い込めるっていう、あ、もうみんなやる気ない、みんなやる気ないね。せっかくね、争いが終わって落ち着いたっていうのに、まあ確かちょっと前の動画でみんながなんとなく倦怠感にまみれてるよっていうところはやったはずなので、あ、こいつじゃねえな、あれ誰だっけな。まあ NPC 極端な話なくてもいいんだけど、ちょっと NPC だけ探してきますので、ちょっと微妙にスキップ。いたー、お前だ。ところで君は不思議に思わないかに、他の人がよろず屋で買い物してるのを見たことがあるかに。実はお客は少ないんだに、暇だに。そこで物は相談だに、俺をナビの仲間にしてくれないかに。俺を連れて行けば旅先で薬には困らないだに、これは便利だによ。さらにさらに旅先で品物の鑑定もできるだに、これまた便利だに。どうだにどうだに、いいですよ。やっただに、嬉しいだに。俺の名前はイムジーだに、よろしくだに。で、魔法コマンドからですね、これによって、よいしょ、魔法コマンドから、この、アイテム販売っていうのを押すと、竜の涙とかありがたい水がいくらでも買えると。まあまあ、なのであれですね、ダンジョンの中で無限ドーピングができるっていう感じのキャラクターですね。まあ、いろいろと傭兵がおりますが、これじゃなかったら次はあれかな、トンクーにいる、合ってないんだけど、ミミっていうやつが、ピエトロが戦闘不能時に復活させてくれるっていう機能があるので、まあ、ミミとかでもいいんじゃねえかなとは思います。さあ、というわけでね、このツタがね、できてしまったっていうところで、で、この手、つえの何のってところなんでございますが、ほら、今ちょっとセリフ変わりましたね。あんたファラオの水を持ち帰った時よりも随分強くなったね。それぐらいなら豆の木に登っても大丈夫かもな。まあ一応登ってみるといいよ。というわけでございまして、以前に比べるとピエトロがしっかりと強くなっておりますので、次は豆の木の上というダンジョンに向かいたいと思います。さあ、ここに関してはですね、基本的な内容として押さえたいところとしては、ここの5階にスタンプカードがある。まあとはいえ、実を言うと、お気づきの方もいらっしゃるかもしれないですけど、ヤガミちょっと前からスタンプ追いかけ始めてないっていうね、6番取ってもビンゴしないっていうね、
ちなみにですけど、さっきスタビン帝王が言った通りで、ちゃんとやってればこの時点で23個のスタンプが埋まってる状態で、この後のイベントシーンのところで、イベントシーンというかこの後のちょっとした進行でスタンプはもう25個に近くなってるはずなんでございますが、まあそれに関してはね、あのパラメータアップアイテムがもらえるだけなので、まあとりあえずそこまで追いかけないでいこうかなと思ってます。さあ、というわけでございまして、今回はスクリーンショットもなしでいきたいと思います。6番のスタンプ台を押しつつ、ここを抜けて、中間点天空城入り口ってところがあるのでそこに向かいたいと思います。というわけで天空城入り口まではスキップ。はい、というわけでございまして天空城、入り口に到着しました。なんか猫のやつとか地面もビスケットみたいに見えますけどね、なんかすげえ可愛らしい世界観。さあ、というわけでございまして、もう随分あれ下が何もう何高いところまで来たね。雲にそもそも支えられてるし。さあ、というわけでございまして、天空城に近づこうとするとですね、ちょっとした演出が発生いたします。何これ、かわいいケーキみたいなお城だね。で、今の演出を見た時点でですね、1個前にあった、まあ、ショットのカットしちゃってますけど、天空城ってところにショートカットができるので、ここも来やすくなります。さあ、というわけでございまして、セーブはしなくていいかな。さあさあ、近づいていくと。なんだなんだ。あー、ピエトロどうしたらいいか分かってないね。お、な、なに、上のモンブランを見てるの？欲しいのか。はい、というね、あのピエトロがね、食えるものは大体欲しいという演出を見たところで、天空城の入り口が開きます。さあ、天空城でございますが、かなり複雑なマップの構成となっております。どこで何して、どこどこであれして、どこどこであれしてみたいなことをやっていかなきゃいけないダンジョンになっているので、結構辛いマップになってますね。音楽もちょっと可愛らしいフィールドマップ音になっていて、周りもなんかお菓子でできているようなマップとなっております。さあ、というわけでございます。ここに関してはですね、4階のワープを使って、ボスの部屋に到着できるところとなっております。まあ相変わらずでございますが、そこのシーンをね、あの一個一個見せていったとしてもあまり面白くないかなとは思いますので、そこに至るまでの流れはいつも通りスキップしてしまいたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけでございまして、ボス戦直前までスキップ。さあ、これがですね、まあ天空城の途中の通路ですね。まあボス前の通路でございます。いやはやもうね、魔法打ち放題だね。ありがたいな、あのありがたい水がなくならないし、あと戦闘の獲得金が黒になってる状態なので、そこも非常にありがたいかなと思ってるところです。 TP 回復剤な、どっかで売ってたのは覚えてんだけどな、どこで売ってたのか覚えてねえんだよな。魔法の雫で、記録の雫、呪いの種はですよね。まあこんな感じで、できる限りドーピングした状態です。改めてダンジョンに戻りましょう。さあ、というわけでございまして、ここからもうちょっと進めばですね、ボス戦にたどり着けるかなと思います。さてさて、でそしたらまだいっか、なんだよいしょ、左下はあれか、出口だよっつって、でまあまあここを登って、でここ登ったらもうあれかな、ボスの部屋かな。あ、まだだ。ね、随分ぶりのダンジョン対策探索の画面ですよね。待ってよ、ワープ使うのか。ワープ使って、もうね、最近はね、ダンジョンに一回入りますねっていうとね、もうそれだけでね、収録がプラス50分ぐらいかかるんですよね。もうダンジョンの構造が深くなりすぎてね、まあラスダン側だからね、しょうがないんだけども。さあさあ、これで出口かな。黄色い金だったし。おー、おしゃれー。猫？なんだな、誰か来たんだな、めんどくさいな。
なんたっておいらは体情のあるゴスなんだな。だから面倒は嫌いなんだな。これって猫なのかな。怠惰、怒るのも面倒なんだな。でも猫はないよな。失礼なんだよな。やっぱりちょっと腹立つんだな、うん、面倒だけど痛い目に合わせるかな。さっさと片付けてくれないかな。オイラの兵士たちよーい。さあ、というわけで戦闘、さあ、今回はですね、まあ、今言った通りでちょっと面倒くせえやつらも出てくるので、ちょっとそこがね厄介なんですけど、猫玉あって、さあ猫玉あって98、まあ、98といえども一発で落ちる数値ではないので、いけるっちゃいけるかな感はあるんですけど、よいしょ。で、とりあえずとにもかくにも、とにもかくにもみんなにバグでしょ。まあ最悪 NPC は落ちる可能性、ネイムゾーは落ちる可能性があるのでちょっと怖いですけど、一発落ちはないと信じたい。あ、防御しちゃってる。眠りのベル。全員やめろよ。オッケー。一旦無駄にできたぜ。で、次にマジックレイズ。で、マジックレイズ当てて、ダイソンが、イムジーたちしか攻撃できない位置か、それ。どこだ？どこならこう当たるんだ、これ。いやしょうがないから必殺技で、どこにいるのアルゴス。なんとか2人で攻撃したいんだけど、イムジがどいてくれた猫玉投げ、ああ来ただけか。ちょっと一個右にずれといて、クリティカルで、メルが次にディフェンスレイズ。で、まあこうなるとダイソンは一回アルゴス猫玉、オッケーで猫玉って、誰だ、メル92、あー結構ダメージだね。でこうなると一回メルは、まあホーリーレインだわな。ヒールレインか。本当はねヒールシャワーのレベル上げたかったんだけどね、上がりきらなかったね。でこれでアルゴス入る、オッケー。猫玉投げ、玉投げはもう完全に対応する感じだけど、メルはさっきディフェンスレイズまでやったから、あーなるほど、ここまで来てるので一回そうするとセイントショック、あー待った、そっちじゃないんだな、落ちねえし。2ターン無駄にした感じが否めねえ。244でアルゴスが一旦スキップ。あー本当はピエトロで攻撃するべきだった、ピエトロでバフかけるべきだった。でもこれで今あらかたパターンに入れるのでは。でダッシュ攻撃、猫玉投げで、ピエトロが次に、アタックレイズをかけて、まあこれで1打あたりの打撃力を上げときつつ、でセイントショック当ててって、よいしょ。さあさらに猫玉投げ、ダイソンのターンがどんどん持ってかれんな。こんなもんか。これでかけるバフという格はバフはかけたはずだから、あとはもうここからは効率狙い。あーあれなんだよな、正直。確かあそこのね手玉がね自爆するんだよね。で自爆するのが邪魔くせえだけ
なんですよ。うおー、一発で落ちるか。ただまあこうなったら基本こうかな。まあ言ってしまえばボス戦まで来てるので、後でまたホロモックに迎えに行けばいいだけだから、今仲間にいてほしいってわけでは全然ないんですよね。でこっち側来て自爆でしょ。あー、メルにやってくれると、しかも余裕だね。メルでしょ。だこれでヒールレイン打っといて全員回復させて、いやいやこれはありがたい。だからあれだな、ケーキ投げられてミス、いいですよ。完全にパターン入ったな。あー間違えた、ここでヒールレインを打つことの無駄さで。まあせっかくなんで当たんねえな。爆裂剣ってボス当たんねえのかな。さあ全員ミス、ありがてえ。これでパターン入ってくれればもうこれ繰り返しつつ、要所要所で回復っていけばいいだけだから、あこれはもういいんじゃねえかな。さあ眠りのベル、誰も入らず、いいですよ。あのあれですね、念のためですけど、あのパラメーター上のレベルの表記の横にデバフアイコンが先につくんですよね、判定よりも。なのでそれがついちゃってたら眠りが入るの確定するんですけど、あの詠唱終了直前にそこが変更が、間違えた、変更がなければ絶対当たってないので、なんで気軽な感じでいられるっていう。さあさあ眠りのベル、誰も当たってない、いいっすね。でどうせ自爆でメルだけに来る分には別になんてことないので、メルもなあれなんだよな、そっちのどっちかか。メルのねセイントショックが長いんだよね。猫玉ファイヤー、おー、そこそこのダメージが全員入りましたね。まあ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 、あくまでレイン打てばいいだけなので、これはあれですね、アルゴスダンジョンで迷った時のレベルも効いちゃってる感がありますね。ダンジョンがね結構広かったのでね、結構大変だったんですよ。なのでで探索するときに戻ったりしなきゃいけないところがあったんで、めんどくさいんで敵全部倒したんですよね。そのおかげでさらにレベルが上がっちゃったのが正直効いちゃってる感じありますね。あ、ピエトロが入った。まあ、ピエトロだけ入る分にはメルで起こしゃいいだけなので、どれだっけ、キュアウォーターか、よいしょ、なんでキュアウォーターで起こしつつ殴れって感じですね。よいしょ、いや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 、これは余裕じゃない。さあメルはまずい、メルはちょっとだけ当たると重たいかな。よいしょ、シャワー打てばよかった、絶対シャワーが正解。ちなみにねこれ俺知らないんですけど、あのどっちが真実かって俺知らないんですけど、あの基本的にこのゲームって魔法って戦闘中にやらないとレベル上がんないんですよ。なんですけど攻略サイトとかを見ると移動中でもなんか魔法を使えるやつはレベルが上がるらしくて、でその中にもちろんながらシャワーも含まれていて、だからまあ適当にあれですよね、1ダメージ食らったらシャワーで回復みたいなことを繰り返すだけで、ある程度なんかなんだ、魔法レベルが上げられるって情報を見たんですよね。まあ俺も確かに戦闘中じゃないとこういう技ってレベル上がらないと認識してたので、え本当とは思ってるんですけど。さーて猫玉ファイヤーと自爆の複合はまずいのでは、一瞬ドキッとする感じになるのでは。あメルしか当たんねえんだ、ザマーですね。じゃあ余裕ですね。で前線2人のも回復しといて、でさらに殴っていくと、あ回復か、
158、大赤字ですよあなた。完全に赤字ですよの回復。なんかね、回復するにしてもね、もうちょっと考えて回復した方がいいんじゃないかなと俺は思うよ。じゃあまあまあ、まあ以前ね、あのカットしたくないって話もしてたんですけど、あ、ちょうどだね、今まさに今カットしますって言おうとしてましたね。アルゴスを倒しました、オッケー。まあそれはレベルも上がりますし、お金ももらえるでしょう。さあ階段が出てきましたね。なんだな、どうしてそんなにやる気なのかな。これじゃ負けちゃうんだな、おいら死ぬんだな、すっごくめんどくさいんだな、はあ、めんどくさい。井戸様、おいらダメなんだな。だけど復活して、また井戸様だ。さあというわけでございまして、ついにですね、4つ目のゲットでございます。ピエトロは堕落の夢を手に入れた。ピエトロ、あ、ギルラさん、あんたは強いんだか弱いんだか、まあおかげで私もここに来れたんだけどさ。お父さん見つかりました。ナルシアが探してるけどね、また別の世界に行っちまったか。ナルシアも言ってたけど、失われた町のベッドがやっぱり怪しそうだね。あんたとにかく行ってみな、私は探し物を続けるから。さあというわけで、失われた町のベッド、あー、下で寝たらナイトメアが襲ってきたところですね。あそこに何かがあるのかないのか。なるほど。さあというわけでございまして、今から言われたはですね、大十字路を経由して失われた町にもう一度行ってみるというわけでございまして、ポポログ、ダンジョンスキップしながらご案内してるので、そんな感じの実感はもうないと思いますが、プレイ時間は優に30時間を超え、物語はもう終盤戦というところまでやってまいりました。さあというわけでございまして、ようやく4つの夢を全て手に入れることができたピエトロ、その先には何が待っているのかというところなんでございますが、そこの何が待っているのかというのはですね、また来週以降の動画で一緒に楽しんでいければなというふうに思っているところでございます。トランキライザー、気持ちが良くなる、怖えわ。でまたよいしょね、こいつを連れて行ってというわけでございまして、よいしょ、イムジーを仲間にしてですね、4人パーティーにしたところで、大十字路を経由して、次回は失われた町に、失われた町の入り口ぐらいで次回動画は始めたいかなというふうに思っておりますので、何卒よろしくお願いします。というわけでございまして、改めましてここまでのお相手は私、ヤガミンこと矢上颯がって言おうと思ったんですけど、話してなかったんですけど、みんな元気になりました。要は上にですね、何でしたっけ、読み方が分かんない、怠惰のアルゴスがいて、あいつがめんどくさがってる、要は空気を出してたので、町のみんなはですね、あーめんどくさいなーっていう空気に苛まれてしまっていたのですが、怠惰のアルゴスを倒したことでですね、コロモックの町のみんなはですね、また元通りという感じになってます。ここメインシナリオが一切絡まないので、なんとなくシナリオが見づらいんだよね。コロモックみんなと話しかけた後に、コロモックの流れを見れば、なんとなく、ああいつが悪かったのかってのが分かるんだけど、正直プレイの順番間違えると何も分からないままアルゴス倒しちゃって、なんか知んないけどいつの間にかまた元気になってるわみたいな状態にもなり得ちゃうっていうね、ちょっと微妙に親切じゃないところの物語でございました。とさ、というわけでございまして、しっかりとね、そこの補足もできましたので、次回は失われた街でお会いしましょう。ここまでのお相手は私、ヤガミンこと矢上颯がお送りしました。というわけで、 See you next time, stay tuned! バイバイ。